の大地が熱狂する夏の大一番、秋への飛躍を誓う各馬であります。札幌記念16頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。早くも行った早くも行ったファンサラッサが先頭に立ちました。11番ユニコーンライオンが追いかけます。ジャックドールがかわしていきました。10番ソダシ、内から1頭9番ウィンマリリン、その後ろ3馬身くらいあって12番アラタ、それからもう1頭グローリーベイズ、その外13番レッドガラン、里のクロニクルが並んでいっています。16番アンティシペイト、そのうちにユーバーレーベン、7番ハヤヤッコ、そしてその後ろから8番フィオリキアリ、その外に15番ケイデンスコール、それから足毛の馬体アイスバブルであります。しんがりから1番マカヒキであります。さあ先頭の方はどうなっているか。パンサラッサが先頭です。その後ろ10馬身くらいあって4番ヤックスドール、11番ユニコーンライオン、これが一番人気のソダシ。吉田騎手、この手応えはどうか。もう一頭ウィンマリリン、それから離されましてグローリーベイズ、その外からは12番アラタ、ユーバーレーベン、徐々に差を詰めます。さあ札幌競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭行くのは3番バンサラッサ、ムチが飛んだ吉田とソダシ、一番内バンサラッサが粘っている。さあ人気どころの争いになった。ジャックドール懸命に追った。ユーバーレーベンが差を詰めてきた。ユーバーレーベン懸命に追う。一着ソダシ、札幌記念、勝ったのは10番ソダシだ。この馬は勢いがありますね。1着、当番、2着、4番、3着、3番以上のように確定しました。